はいはいはい、どうも松尾酒造のこれ知ってますね。風邪も流行っていますがね、今日ねウイルスブロッカーって皆さんご存知ですか？これテレビで何度か取り上げられたそうなんですけど、私も買いました。まだ来てない買いました。フジテレビの床田で紹介されたそうなんですけどね。どういうものかというと、こういうふうな銀色のやつでして、二酸化塩素剤を利用したものらしいんですけど、空間除菌剤という、結構ね、病院の先生とか看護さんも持ってるそうですよ。こう、胸ポケット入れたりして。で、どういう効果あるかというと、インフルエンザの風邪予防、こう、菌をこう、来ないように、半径1メートル以内来ないようにするというものらしいんですね。花粉対策にもなりますし、それをしていると、除菌作用があったり、カビ消臭作用があったりということで、自分の近くに持っていると、首からかけたりポケット入れたりすると、風邪の作用とかそういうふうなこうシャットアウトしてしまうというね、夢のような、これがあれば本当に皆さん風邪ひかずにね、何でもいけるんじゃないかなと思ったりするんですけど、このねウイルスロッカー、これもホームページに書いておきますので、皆さんぜひ。今年はもう遅いかな、僕はもうギリギリなんとか知ってね買いましたけどね、効果はどうなんでしょう、あるのかどうかもまだまだ分かりませんけど、ヨーグルトも毎日食べてます。ヨーグルトも風邪ひけへんって言って言いますよね、これね。よかったらいろんな効果あったら試していただいて、ウイルスブロッカー、今日の松尾はウイルスブロッカーの紹介でした。なんかよくわからへん行動してるけど。